川勝知事の辞職に伴って行われる知事選に前の浜松市長の鈴木康智さんが出馬の意向を固めたことが分かりました県西部の経済界の一部などが鈴木康智さん擁立に向け調整していて関係者によりますと鈴木さんは昨日までに知事選に立候補する意向を固めたということです 浜松市出身の鈴木さんは衆議院議員を経て浜松市長を4期16年務めました鈴木さんは近く正式表明するということです